皆さんこんにちは。いびきアロマサロンプルメリアの笠野真理です。本日はこれから始める恋愛プログラムについての体験セッションのご案内をさせていただきます。なぜこのプログラムを作ったのか、それは私が今までいろいろ体験してきたことを糧に、長い間、十数年間、もしくは20年近くも温め続けてきたプログラムだからです。婚活セミナーや恋愛セラピスト、たくさんご活躍されている方も多いと思います。でもその中でなぜ私がこれをやりたいと思ったのか、それは私自身がもう20年近く前にどんなにお付き合いしても3ヶ月以内に振られてしまうという本当に最悪なパターンを続けていました。しかし本当の自分をよく知ることで、そして自分自身は今まで自分に厳しくて愛していなかったということに気づき、自分のことをもっと大切にするようにしたら、なんと2年半経って今の主人と出会いました。そしてミラクルはそれだけでは起こりません。とてもピュアな人とお付き合いをしたいと思っていたら、本当に相手もピュアな人で、私の夢を応援してくれる人でした。彼と出会ったのはど田舎で、本当にもう20代後半になると女性が働ける場所はありません。面接で仕事なんかしないで早く結婚しなさいと言われてしまうことも少なくありませんでした。意を決して、本当は私がやりたいことはこういうことではなかったんだ、癒しの仕事に就きたいから東京に出たいと主人に話しました。その当時はまだ結婚の約束をしていませんでしたが、主人がそんな私を見て動いてくれました。なんと千葉に転職をしてくれたんです。私はその間、田舎から東京に癒しの仕事をするために学びに通いながら、そして終了する頃に千葉へ出向いて、そして主人と結婚することになりました。その後も癒しの仕事に就いたり、またパワースポットを訪れる時は主人が調べて、しかも長距離の運転をしてくれるようになりました。決してスピリチュアルなことが好きなわけではありません。でも私の夢にとても協力してくれるようになったんです。ですから、結婚したらゴールとか恋愛が成就したらゴールではなく、その先パートナーシップを育み、あなたの夢とパートナーの夢も一緒に実現できるよう、そしてその二人がいることで周りの人々が幸せな気持ちになれるよう、そういった人生の新たなステージまで導いていきます。そしてカウンセリングなどの手法にこだわらず、究極のアロマを使ってパートナーがあなたを見つけ出す、そんな磁力を高めるお手伝いをしていきます。本日10月4日の22時から体験セッションを開始いたします。先着6名様、通常は1万5000円の90分のカウンセリングを先着6名様まで6600円でご案内します。6は愛の数字と言われています。本日は中秋の名月ですね。ぜひ皆様との素敵な出会いを楽しみにしています。それではありがとうございました。またお会いしましょう。